お待ちしています。聞け囚人。うむ。それでは。ならば。どうするんだ。ほう。案内なさい、囚人。ふん。生意気な。ぼさっとするな。まさか。よし。いいか。仕方がないですね。おい。宇宙は体験できなかったが、味は悪くなかったぞ。味よりも、あなたはおまけの宇宙船に興奮していたようですが。うるさい!ジュスティーヌこそ、あのピクルスとかいうの残したくせに。あれは地球の食べ物ではありません。おそらく、宇宙生物の卵か何かでしょう。何?そうなのか?確かに味は悪くなかったが、
というか結局正体は何なんだ。私は食べてしまったぞ。落ち着きなさいカロリーヌ、そろそろ本題に入らなければ。うん、まあ実際に食べてみて分かった。バーガーで宇宙を再現するのは限界がある。おまけで宇宙を提供するとは姑息だが、これはこれで認めねばなるまい。今回のお題に答えたこと認めてやろう。報酬はこちらです。今後もこの調子で励めよ。構成に役立つ場所は他にもたくさんあるからな。しかし外の世界にはお店というものがあるんですね。対価を払うことで様々な欲望を満たすことができる場所。興味深いな。研究の余地がありそうだ。まあいい、囚人ご苦労だったな。本日最後の刑務として我らを送り届けろ。